この体の中で全部まかないなさい。直角三角形ぐらいのイメージで、そこにしっかり麺をまずねじ抜けて出しなさい。ここはもう取った。横浜 DeNA ベイスターズでチーフ打撃コーチをやっております石井拓郎です。まあ、今打撃部門でほぼほぼ守備はやってないんですけれども、こういう機会をいただいたので、ぜひ今日はいろんなものを吸収して学んで帰りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕おそらくここにいるメンバーの中で一番経験浅いと思うんです。内野手っていうか、もうショートもそうなんですけど、アマチュア時代やってないんで、プロに転校した時に、うん、そのコーチから教えてもらった、もう一から教えてもらったんで、うん、それをそのまんまこう実践してきた形になるんで、それをやっぱり考えると、とにかくこの体の中で全部賄いなさいっていう、砂漠っていうことね。そうだ、もう体の外に 手とか出さない、もう全部中で処理していきなさいっていうところと、うん、まあ、もう基本的な本当動作の中で壁当てとかよくやらしたんだけども、うん、ボール投げたらすぐグローブを出します、うん、グローブを出すのも正面じゃなくてやっぱり左足だから、この正三角形じゃなくて、正三角形のやっぱりどっちかって言ったらもう直角三角形ぐらいのイメージで、そこにしっかり面をまず向けて出しなさいっていうところをすごくやっぱり言われたので、それをなんか実践してきたっていうところではあります。正面の打球と二遊間の打球がどうしても直線的にこう行くんじゃ、こういう入りじゃなくて、やっぱり僕の場合直線的に行くことが多かったんで、どうしても衝突しがちで、こっちの打球すごく苦手だったんです、うん、たださっき源田君のように 右足でポンってこの捉え方ができるようになってから、こっちの打球と正面の打球がすごく間が取れるようになった。あんまりこう掴みに行きたくない、掴むっていうのはないよね。だからもうとにかく自然にパンって手のひらを出した感じで、グローブも同じ形で出せるように。そうだ、ね、でグローブの位置って言ったら、だからさっき僕直線的になるって言ったんで、うんうん、そこを少し丸みを意識させるために、ある程度左にグローブをイメージですよ、うん、イメージ出しといて、もうこういうイメージ、常にボールに対して入っていく。なるほど。ここを中心にこう回っていくの方がこう自分の中でイメージが、自分の中でイメージは。なるほどね。転校してた時に教えてもらったのが、もうここで割りなさい、練習用のアンパンの、うん、あれってもうポンって当てたら、うん、こっから持ってこないでしょ、うん、だその練習やっぱりずっと転校した時にしてたっていうのもあるんだけど、だから教えてくれもらったいただいたコーチがもう取ったら終わりなさい、うん、なんだけれども、さっき源田君の言ったように、取ったところに体を持っていけば自然に離れますよっていう、うん、自分の中では取ったらここに持ってくるっていう意識はあんまりない。左肩がしっかり投げる方向に向けてるかどうかっていうのがすごく大事で、ただパンで割ったとしてもこのままじゃ絶対投げれないんで、さっき新谷さんが言ったように、今度投げるとき一回戻す作業が入るから、だから肩を振っちゃうっていうよりも、割ってここに止めておけば自然にここで止まる。こっちを左を振っちゃうと横振りになっちゃうから、ボールが横にやっぱりずれやすい。ラインをしっかりこう自分の中でラインを引いて投げるには、左肩もそうなんだけど、グローブをここで閉じておくと、そのまんま絶対右手でここで止まるんで、というかこの声、こういうとこもいてる、金子誠とかってこの辺だ。もともとやっぱりピッチャーなんで、こっちのこの使いっていうのはすごくやっぱり意識するんですよ。引っ掛ける選手とかによくこうやって小指上にこうやってシュート投げろ、シュート投げろって言わない、うん、はい、そう、引っ掛けやすい選手とか、もうとにかく向こうにシュート投げる、小指が上に行く、シュート投げろ、シュート投げろって言うと、うん、あんまり引っかからない。だってゲッツーでセカンドのスローを引っかかってきたら取りづらいですよ、やっぱり取りづらいこっちにまだ抜けてくる方がね。そうそうそう、僕はもう前です。そうだね、絶対前、こう歩いて、歩いていく、こういうイメージ、イメージね。イメージはこっちです、そのまんま、うん、こうです、うん、こっちに行っちゃうとこっから煽っちゃうんで、うん、どっちかって言ったらこっちに行った勢いを、そう、力を、そのベクトルをこっちに向けたいんで、一、うん、回こっちに乗りたい、うん、そのためにやっぱり行ったら後ろっていうよりもまっすぐ前行っちゃう感じ、うん、でも教えるときはやっぱりこうやって言っちゃう、ハンドリングはどうしても手首やら、ここ
肘から下を柔らかく使うっていうところでどうしてもやっぱり、うん、でも実際自分でやったらこうは取ってないよね。あとは効き目もあるんじゃないかなっては思う。そう、左でこの感覚ってちょっと難しい感覚的に。普段こうやって左で構えてて、はい、だどっちの目で見てる効き目って絶対あるじゃん、はい、そこでこの逆シングルってその考え方面白い。こういう見方でしょ、はい、普段やっぱりこうやってボールって見てるから逆シングルって多分違う。でもみんなゴルフ右とかだったらこのイメージあるのか。いやでもだから効き目が俺だったら左だからこっちの目で見てるからこっちは別に容易なの、こっちの目で捉えられるか。ただこっちの目が後ろ行っちゃう、こっちの効き目だと多分視界がまた違うんじゃないかなっていう気もする。室内であそこに1億円の壺が置いてあります、あそこにぶつけないようにしっかりこっちまで投げてくださいって言っても投げれる自信はあります。それぐらいあんまり気にしたこともない。どうやったら投げやすいかなっていうところしか考えてない、うん、水産とか全部近くてもステップ小さいステップをしっかりステップしてピュッとこうやって投げるっていう。俺はあれできなかった。一番衝撃だったのが日米でそれこそカル・リプケンが来た時にショートのノック受けてて正面の頃をこうやって取った。普通だったらこうやって正面からのボールって右側にこうやって少しボールを持ってて、これである程度まあ面は見せるんだけど、面は見せてポッと投げるんだけど、正面の頃こうやって投げた。すごい衝撃だったんだよ、見て。すげえな。それでより右足っていうのを少し意識して、正面でも自分の中で少しこういう入り方する。なるほど。僕はあれですよ、だからさっきからもうずっと言ってるんですけど、ボールに対して衝突しないようにボールの手前で小刻みを使うっていうか、そこはすごく練習したっていうか、まあ、足を使うっていうところに入っていくのかどうかわからないけど、ボンボンボンっていくのが最後のやっぱり間を自分の中で作るときにこういう小刻みをやっぱり入れるっていうのはすごくやっぱり意識してましたね。後ろ目に守っといてピッチャーが投げるときに少し前目に歩きながらそのまま入っていく、うん、だから正面のときもこうやってやって最後にこう来るもんね、うん、それこそ俺ゴロの中で正面の打球って一番難しいと思うんです、何気に、うんうん、横の打球ってある程度足使って間合いが取れるんだけど、正面の打球って一番こう間が取れないっていうか固まるっていう か、うん、なんかパワーポジションだね、一番力の出せるところなんで、はい、僕は比較的に高いです。昔ってこんなんじゃなかった、これでつま先を痛いこれそれ大昔だよ。俺らが小学校の時ぐらいで考えたことないですよ、ね、そうだね。僕はもうこのパーンって割っちゃうんで、それこそクソ握りでも投げてたから。でも取る時こういう人いるじゃないですか、これってどうですか。できないな、こうやって。これは昔タネちゃんとかこうだった。へーすげえ。いや初歩的な話なんだけど、ボールの取る位置、うん、あ取る位置ね、ここの人いる、こうっていう人もいるでしょ後ろで、うん、今田とかこうじゃない、間違って抜けてるよそんな現役の時ってなんかこう意識してっていうか、もうちっちゃい時から当たり前のようにやってるから、キャッチボールって、うん、そんなに意識してキャッチボールってやったことないんだけど、ただ指導者になってキャッチボールをまず教えるのにどうしたらいいかっていうところから入った時に、やっぱり新谷さんとかピッチャーのようにしっかり足を上げてから、この踏み出す足だったり肩の入れ方だったりっていうのを多分すごく指導してると思うんですけど、うん、僕もやっぱりどっちかって言ったらこのセパレートのラインにラインをしっかり足を踏み出した時、足の踏み出しとこの投げ出す方向っていうか左肩の向きっていうのはすごく大切にしてるっていうか、指導するのにはそういうところをちょっと注意して言うようにしてました。あー抜けた。はい、こっちか。うわ、どうしますか。ここはもうトスだよ。ラスト